コープスパーティーをお楽しみくださった皆さん、コンプリートおめでとうございます。桐崎東子役の吉田聖子です。えー、コープスパーティーはシナリオがとっても丁寧に作られていて、毎回台本を読むのがすごくこうワクワクする作品でした。え東、ー、子ちゃんみたいなハイテンションのキャラはあんまり演じたことがなくて、こう自分の精神年齢を小学生ぐらいまで下げないと作れないキャラだったんですけど、こう、小学校の時に好きだった 男の子を思い出しながら作っていくのがとても楽しかったです。ゆうやのことが一番だけど、あんたのことも気にしといてあげるから、また会いに来なさいよね。ファンの皆さんの応援があれば、またどこかでトークを演じることができると信じてます。ありがとうございました。